や怪談って、まあ、やっぱ基本的にね、うん、こういう怖いものが多いですけど、うん、中にちょっとほっこりするお話っていうのもあって、はい、あのね僕もう20年以上前ですけども20年前か当時札幌で演劇活動をしてたんですね。でよく使ってる劇場があったんですけどそこがねもう本当にお客さんもみんな知ってるようないわゆる出るんですよ、うん、出る場所なんです。で何が出るかっていうとこれね面白いもんでお芝居をねお客さんが観客席に見てるじゃないですか。あとね着物を着た赤い着物を着たおかっぱのね小学生ぐらいの女の子が劇場の隅からトトトトと歩いてるんですよ。でお客さんのねこう見てる感激してるお客さんの袖を引っ張りながら言う、なんか言うらしいんですよ。ただねこれ来るのルールがあって劇中で誰かが死ぬお芝居の時にしかこの少女現れないらしいんですよ。で、まあ、やっぱそういう芝居やってるとその女の子が来て袖引っ張って、うん、でもね本当は死んでないんだよ本当は死んでないんだよって言うんですよ。可愛らしいんですよ、うん、でもこれ裏返せば本当に死ぬってこういうことだよっていう意味なのかなと思ったらちょっと怖いじゃないですか、うん、ただこれねお客さんも、まあ、演者もねよく使ってる役者もみんなその子を知ってるんですけど、うん、僕ね僕自身その子を見たことはないんですよ。ただある時そこの劇場で僕出たお芝居で僕主演だったんですけどバンドものの芝居をやったんですよ、うん、劇中で本当にバンドを演奏すると、うんうんうん、で僕ギターを弾いてたんですけどただねこれ、まあ、ギター弾いたエレキギター弾いたことある方なら分かると思うんですけど、うん、エフェクターというね、まあ、アタッチメント音を変える、うん、こんなね箱あるじゃない機械がね、うんうん、あれ大抵こう足元に置いとくんですけどなんせ舞台だからこれ舞台上にそれあると邪魔なんですね。じゃあどうするかってなった時にワイヤレスで飛ばそうとでエフェクターを舞台袖に置いといてで出演者にもねみんなスタッフにもこういう曲でこのタイミングで誰か手が空いた人袖でそのエフェクターを踏んでくれとそうすれば音色が変わるからとで頼んでいてでその1週間ぐらい続いた公演なんですけどマイステージぴったりいいタイミングでエフェクターが踏まれるんですよ。ギュイーンっていい音するんですよ。で全公演終わってでバラシの時にね僕いつもそれ踏んでくれてると思ってたある女優さんに「いやー藤庵今日、ね、いやありがとうね」と「毎回全ステージバッチリのタイミングだったよ」って言ったらその女優さんが「え私一回も踏んでないですよ」って言うと「えじゃあ誰が踏んでくれてたの?」君って出演者全員に聞くんですけど全員踏んでないんですよ。えじゃあスタッフさんって聞くんですけどスタッフさんも誰一人踏んでない。結局誰もエフェクターを一度も踏んでないのにマイステージ確実にエフェクターは踏まれてます、うん、で考えた時にあの女の子だって思ったんですけど、うん、音楽センスのある幽霊ってのはいるんだなとね怖いだけじゃないなんかたまにねそういうほっこりする幽霊ってのもいるもんだなと思いましたね。いいですね。